皆様こんにちは。ゆっくり交通経営録通、パート3、始まります。前回は、政府の財政難で関節鉄道による全国鉄道網の構築を断念、民間資本の参入を許し、鉄道網拡大を促進することになりました。その講師として最初に設立された私設鉄道、瑞天鉄道は、帝都瑞郷から東北方面へ路線を開業。帝都と沿線、そして株主に大いなる成果をもたらしました。今回は最初に、国防上の配慮で予算を獲得した関節鉄道の延伸から取り上げてまいります。帝国は海峡を挟んで対峙する南西の王国と、歴史的経緯により長らく対立しています。瑞天の帝政確立に王国は反発。両国は互いを仮想敵国として捉え、軍備を整えていきます。年を追うごとに海峡近辺を不穏な空気が覆う事態となっているのです。かつて鉄道に反発していた軍部も、今や鉄道の迅速さを認め、大王国の最前線である半島南部への延伸を求めるに至りました。工期短縮と公費節約の観点から、すでに開業している関節鉄道を延伸する形で寄せ浜から丸部に至る経路を決定。終着となる丸部のほか、寄せ浜との間では、針平、春むす、穴と、の、3駅に停車場を開設して、1881年に、延伸開業、寄せ浜停車場は投炭式であるため、スイッチバックが必要ですが、瑞郷停車場から丸部までの直通列車を運行開始します。また、京浜間と品川間は需要差に隔たりがあるので、従来通り、瑞郷寄せ浜間の区間列車も運行します。関節鉄道が南西へ拡大する一方、北を任された瑞天鉄道は、営業成績の優秀さから資本を円滑に獲得。瑞天鉄道会社の経営陣は、当然この資金を北方への延伸に当てがいます。ところが、鉄道局局長はその資金の一部を用いて、関節鉄道に連絡すべきだと催告します。会社側は瑞郷側の起点を、江野に置くことが妥当だと考えていました。しかし局長は、国益の観点から帝国本土の主要地を一本のレールで結ぶべきだと主張したのです。関節鉄道への連絡は採算性の問題から不安視されました。しかし、会社にとって鉄道局は所轄官庁であるだけではなく、建設工事の委託先でもあります。鉄道局を敵に回せば禍根を残すとして催告を受容。瑞天鉄道は帝都を西側に迂回し、自社線と関節鉄道を連絡する路線の開設を決定したのです。こうして、1881年に開業した、瑞天鉄道構成線は、関節鉄道、構成停車場を起点とし、栗田原、比嘉、ホルレ、古を経て、瑞天鉄道本線、堀根停車場に至る、全線単線の路線です。二大幹線間の物流改善を目的に開業した経緯もあり、関節鉄道と瑞天鉄道本線に直通する貨物列車主体で運行を開始。主に東北方面と寄せ浜を結ぶ貨物列車を運行しましたが、瑞郷方面への停車場発着だった貨物列車の一部も、貨物港に隣接する関節鉄道瑞郷停車場に乗り入れを変更します。また、貨物列車の合間に旅客列車も運行します。こちらも構成から関節鉄道に直通し瑞郷停車場に乗り入れました。さらに、1885年、東北方面へ伸びる瑞天鉄道本線も、梅大より先、テル王、日王、ルレ王、を経て、当初の目的地であるカリクスまで全線開通。こうして、南北に長い帝国本土を縦断する一本のレールが誕生しました。関節鉄道、瑞天鉄道、共に車両数を増大させる中、新型車両も導入されています。そのため両社とも配置替えを実施し、特に瑞天鉄道では、古くて性能の低い機関車を構成線の旅客列車に充当しています。ここで改めて、1885年現在の路線網を確認しましょう。帝国本土南端、丸部から北を目指します。開業したばかりの関節鉄道南区間に沿って北上し、寄せ浜に到着。列車はここでスイッチバックして振動北東に変えます。伏線で本数も多い区間を進んで、
かつての随郷寄せ浜間の中継地点として栄えた後世に到着、東北方面へ向かう貨物はまたここでスイッチバックして随天鉄道線に乗り入れます。旅客はこのまま本線を東に進み、河口の手前で北に進路を変え、随郷停車場に到着です。北へと向かう旅客は、随郷馬車鉄道に乗り換えて随天鉄道への停車場に向かいます。全通後に伏線化された随天鉄道に乗り込むと、あとは海岸に沿って北に向かいます。堀根で先ほど分岐した構成線と合流。自社の車庫が江野にあるため、随天鉄道は南北遠距離移動の旅客を江野駅経由のままとしています。梅大で単線になった随天鉄道本線を随々と北進すると、鉄道最北端の地、カリクスに到着です。それではこれより、関節鉄道、寄せ浜、丸部間の車窓をご覧いただきます。